寝坊しちゃいました。シシリさん、今朝の熱血忍者ゴリラ丸は？ちょうど終わったところだよ。そんな、録画し忘れた今日に限って見逃しちゃうなんて。ゴリラ丸がライバルのチンパンジーを初めて異性として意識しだした波乱の幕開けだったのに。それだけじゃないよ、萌えっ子のオラウータンまでやってきて泥沼の三角関係になってたから。なんたる超展開。気になりますよ。早く DVD 出ないかな。フロンさんが寝坊なんて珍しいこともあるんだね。それがおかしいんです。今までどんなに夜更かしして深夜アニメを見ても朝はちゃんと起きられたんですよ。私の自慢だったのに。そんなの自慢にすんなっての。ちょっとどうしたの。ゆめちゃんにしてもその色はないよね。エトナさん、何か悩みがあるなら私に相談してくれてもいいんですよ。は？何のこと？私がどこか変だっての？どういうことよ。格ゲーの 2P キャラみたいになってんじゃん。こんなしょうもないいたずらするのは殿下以外考えられないわね。いきなりお兄ちゃんを疑うって家来としてどうなのそれ。うるさいぞ、ゆっくり二度寝もできんではないか。誰だ俺様の眠りを妨げる命知らずは。まさかその口調。そしてその触覚。もしかしてお兄ちゃん。お前ら俺様をバカにしているのか。この俺様が俺様でなければどこの俺様が俺様だというのだ。第4話アイドル魔王誕生。それで原因は分かったのか。どうやら急激に魔界が変化したせいで一部の悪魔がおかしな影響を受けているようですよ。ほら例の花畑があったじゃないですか。きっとあれのせいだと思います。で元には戻れるんだろうな。個人差はあるみたいですけど魔界の変化に体が慣れてくれば元に戻るみたいですよ。プリニーの中にも頭に毛が生えたやつとかいましたけどすぐに治ってましたし。よかった。このままネボスケさんになったらどうしようかと思ってました。そのくらいどうでもいいだろう。俺様なんか女になったんだぞ。さっきからこの胸やケツのムチムチが気持ち悪くてかなわんのだ。殿下、そういう贅沢な文句言ってると後ろからサクッといっちゃいますよ。そうですよ、ちょっとスタイルがいいからって調子に乗ったらダメですよ。お前ら負のペタンコオーラが出てるぞ。シシリーさんは何を見ているんですか。俺様の一大事にテレビ鑑賞とは。貴様いい根性してるな。ふーん、魔界アイドルランサローテね。なんだそいつは。え、ランサちゃんを知らないんですか。知らん、全く興味もない。人気絶頂の売れっ子歌手ですよ。今は魔界全土を回るライブツアーの真っ最中みたいですね。ちなみに知名度だけで言ったら殿下より断然上ですよ。なんだと？俺様がアイドルごときに劣るというのか。シシリーさんはランサちゃんが好きなんですか。め
別にそういうんじゃないよ。ちょっと目に入っただけだし、ライブに行きたいとかそんなこと全然思ってないからね。ライブに行きたいらしいですよ、殿下。ダメだ。やっぱりそうだよね。と言いたいところだが、気が変わった。お兄ちゃん？アイドルだろうが、俺様に許可なく名を挙げる悪魔は野放しにできん。すぐに出るぞ。準備をしろ。よかったですね、シシリーさん。ここがライブ会場か。うわ、すごい数の悪魔が並んでますね。お兄ちゃん、早くしないとチケットが売り切れちゃうよ。なぜそんなものを買う必要がある。え、だって会場に入るんでしょ。俺様は客として来ているのではない。ランサローテとかいう小娘に一発ぶちかましてやるために来たのだ。殿下、そんなことを大声で言ったら、やっぱりこうなるわよね。今の暴言聞き捨てなりませぬ。なんだ貴様らは。我らはランサローテ親衛隊。彼女に断りなくこっそりつけ回し、身の安全を勝手に守るという崇高な使命のもとに結集している。すっごい迷惑な集団だね。ランサちゃんにあだなす不心得者め、今すぐここから立ち去るのだ。さもなくば、お主らのブログを炎上させるぞよ。すみません、ブログとかやってないです。いや、律儀に答えなくてもいいって。身の程知らずの雑魚どもが。俺様の行く手を阻むなら容赦はせん。全力でぶちのめしてくれるわ。
相手が悪かったな。行くわよ。剣の道は心の道。早く終わらせるね。はあ、そこ行ってきな。今だ。起きにくい体だ。てやっ、ほらよ。よっよっ、いくよ。神様、私に力を。いくよ、それ。自宅警備。おら。参ります。真っ向勝負。おテッド様。任務了解。腐ったな。腐ったな。殲滅を開始する。殲滅を開始する。我ただ突き進むのみ。ただ フォローするよ。手が悪かったな。
せーの。バサバサ。やるっす。するね。はい、麻婆豆腐。ほらほら、我ただ突き進むのみ。はあ、これ持ってっていいの？よかったですね、殿下。さっきの親衛隊、気前よくチケット譲ってくれましたよ。うん、これも俺様の人徳のなせる技だな。思いっきり脅していたように見えたけど。それにしてもここも悪魔さんでいっぱいですね。お、あそこでランサちゃんのグッズが売られているみたいだよ。くだらん。それより肝心のアイドルはどこにいるのだ？うおー、念願のランサーアイスソーダ味を手に入れたぞ。あれは幻のランサーアイスソーダ味？ランサちゃんが一口食べて視覚過敏になったっていうあの伝説のアイスじゃない。つうか、もうそれグッズって言えるかどうかも怪しくない？な、無性にアイスが食いたくなった。あれを殺してでも奪い取れ。了解。ダメですよ。なんかもういろいろダメな気がします。もうあなたたち、私が2万ヘルも費やしたアイスを奪おうというのですか？高っ！よくそんなもん買うわね。そうはいきません。この日のために冷たいものを我慢してきたのです。我慢する必要があったのか？それがファン心理ってものだよ、お兄ちゃん。余裕でいられるのも今のうちです。出てきてください、私の同志よ。わっ、悪魔さんに囲まれちゃいましたよ。アイス一本でムキになるとはガキだな。それ殿下に言われたくないセリフですね。さあ皆さん、そこの女どもから逆に金を踏んだくって、ランサグッズに密号ではありませんか。相手が悪かったな。動きにくい体だ。はっ、はやっ。終わらせるね。えい。いきます。真剣勝負だ。くたばれ。いくよ。
押せ。早くしなさいよ。
するね。どうした？俺様は魔王だぞ。いつどこに入ろうが勝手だろう。本当にランサちゃんをぶちのめすつもりなの？最初から言っているだろう。そのために来たのだ。どうして？あ？ランサちゃんは何も悪いことなんてしてないんだよ。一生懸命頑張ってファンのために歌い続けて、だからみんなに愛されているんだよ。それのどこがいけないの？何か間違っているの？シシリーさん何を言い出すかと思えば笑わせてくれる。間違っているさ、何もかもな。わからない、全然わかんないよ。
殿下、あれって警備の悪魔じゃないですか？くだらんおしゃべりのせいで手間が増えたではないか。ここまで来て後戻りなどできん。つべこべ言っとらんで、あれを片付けるぞ。手が悪かったな。はあ、戦争よ。ゆっと、ディスコ行くです。トウです。ジョイさん、手が悪かったな。夢のあと、シェリアー、ゲット。ここは私が
そこか。ここは私が。チェストチェッ、入った麻婆豆腐。一人残らず叩きのめしてやれ。やれ。
相手が悪かったな。拾うもの。チェリア。チェスト。強者どもが夢のある。一人残らず叩きのめしてやれ。ポリアです。見習えよ。ラスボスに一歩前進です。